はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。ではこちらですね、世界最上級ブロックナノブロックの熊本城です。先日ですね、こちらのスペースセンターを作ったんですけれども、それ以来ですね、ちょっとナノブロック気になり出し始めまして、このね、熊本城が出てるっていうふうにですね、コメントで教えていただきまして、早速購入しました。早速作っていきたいと思います。はい、ということで完成しましたね。こちらが熊本城ですね。やっぱね、ナノブロックだからね、こう組み立てすごい大変で、しかも外れやすいね。でもこうやって見るとなかなかいい感じですね。箱で見るよりもいい感じ。これせっかく熊本城なので、先日ですね、平信くんのおじさんがですね、この熊本に遊びに行ったということで、これをお土産にいただきました。ドリームトミカ熊本。そうだね、うん、これをいただいたね、うん、よかったね。これもしかしたら熊本限定かもしれないですね。やっぱり熊本サプライズって書いてある。そう、熊本サプライズ。じゃあこれも開けてみてくれる、エイシン君。うん、中身はこうなってる。くまモン車だね、うん、入ってんのが。これなかなかいいんだよね。くまモンの顔してて、黒い車だよね。上にリンゴが書いてあったよ。あ、そう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 、うん、上にリンゴが書いてあって、くまモンから怒ってきたものに見えるんだよ。で、こうくまモンっていう風にタスキみたいなね、うん、デザインになってる。これ可愛い車だよね、うん、ね。あ、ここにくまとサプライズって書いてある。あ、本当はくまとサプライズって書いてある。ちっちゃくね。下はこんな感じでございますね。じゃあこれを熊本城の前でこう走らせていいじゃん、ほら。本当だ。あ、いい。しかもこのさ、トミカはさ、あのやっぱ普通のトミカと一緒にちゃんとサスペンションついてんだよね。うん、そう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 。これがいいね。これでちんだよ。ひどい。あ、あ、あ、ああ、ひどい。このナノブロックはやっぱりちょっと壊れやすいので、私はですね、このスペースセンターを隣に置いてですね、デスクトップの上で飾っておきたいと思います。はい、ということで今回はナノブロックの熊本城とドリームトミカのくまモンでした。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画はどうだったでしょうかね。面白かったかな。面白かったかな。もし面白いと思った方はですね、ぜひですね、高評価をお願いします。そしてですね、質問やですね、こうしたらいいんじゃないかってアドバイスがありましたらですね、ぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はですね、マイチャンネルほぼ毎日更新しておりますので、登録していただけるとですね、動画登録欄に出てくるのでですね、ぜひ登録の方もお願いします。